立憲民主党の寺田学衆院議員は質疑の中で、国民の皆さんが怒っている一つは、自分らが裏金を作って持っていたのなら、そんな問政治資金じゃねえだろう、ちゃんと納税しろ、という話です、納税するつもりはありますか。安倍派議員の皆さんに、ちゃんと納税しろと呼びかけるつもりはありませんか、と追及した。これに対して、塩谷衆院議員は、私自身はしっかりとそれを政治活動に使用しておりますので、納税するつもりはございませんと答え、安倍派の議員に対しては。 具体的に税法上どうなるかは確認して指導してまいりたいと述べたこの納税するつもりはございませんという言葉がネット上で怒りに火をつける結果になった XQTwitter では堂々と脱税宣言納税するか否かを自分の一存で決められるんだこれで許されるのなら日本国民全員が言うよね怒りを通り越して悲しいなどの声が続々と上がり大荒れとなっている納税するつもりはございませんってやばくない何開き直っとおかしいやろ収入を得たり金銭を得たならしっかり 納税しないと国民の義務なんだから国民を代表する